Na gut, das ist einmal gut. Na gut, das ist gut. Na gut, das muss ich. なんでしょう、どっか行っちゃった。母と喧嘩した。ってさ、なんかさ、かわいいってさ言ってくれてんのにさLINE でさ全然かわいくないとか言ってくれてイライラする。あんまりさやらない髪型だしさ珍しいかもしれないけどさ、珍しいかもしれないけどさ、三つ編み好きってさ言ってくれる人いるからさしたのにさ、なんか三つ編み似合わないとか全然可愛くないし、なんか私服とも似合わないとか言われてさ、私服はさリカティさんにもらったやつでさ衣装に似合うから三つ編みしたのにさ、別に私服に似合うとか関係ないじゃん。撮影のためにさ髪型変えたのにさ、本当にうるさい。もう電話してもさ無視するしさ、本当に分かんないんだけど、笑った。もういいや、いや最悪、撮影したかったのに。この後ショールームじゃないや、あれ TikTok 撮ろうと思ったのに、パンパンちゃん、どこ行ったんだろう。あ、あった。取ってこよう。だから配信で全部言うからっつって、ショールーム時間遅れちゃうしっつって始めた。もうメイクしたのに、何なの本当に。どう思いますか。母となんてさ好み回らないしさ意見も合わないのにさ、なんでさそんないちいち言わなきゃいけない。
の可愛いと私の可愛いは違いますって、そう思いませんか。いやでも、今日は2時間配信です。笑ったんだけど、もういいわ、マリンとファンの人 VS 母って感じだから、もう本当に、面白いこと言って面白いこと言ってください。そう、多分リナチーとのツーショット見てにさ、三つ編み似合わない&なんか私服と合ってませんとか、そんな私服と合わないことなんて知ってるわ。しかもさ、まあ、なんていうか忘れた、メイクを直していきたいと思います。忘れちゃった、何か、あ、いい感じに涙袋パンパンかも、泣いてよかった。もう怒る、無理は怒りました。え、そう思い出した、しかもさ、母にさ、なんか謝ってってさ言ったらさ、なんかさ普通の文字じゃなくてさ、 LINE のさ、なんかさ、いちいちさ、なんかもなんていうの、絵文字みたいにできる文字みたいになるじゃん、スタンプだけどスタンプで文字作れるみたいな、なんかプクプクの文字にできるやつあんじゃん、あれでさ、カタカナでさ、ごめんなちゃい、ごめんなちゃいって送ってきてさ、あ、それ謝るせいじゃないじゃんみたいな、何それ許されると思ってんのとかふざけてるでしょ。しかもびっくりマーク2つもつけて、意味わかるんだけど、しかもマリンが謝ったらさ、謝るタイプじゃないとかさ言ってくるくせにさ、意味わかんないか、だからさ直接言ってもらうために電話かけたのにさ2回も無視してきた、意味がわかりません、もういいですよ、はい、はい、前説終わりました。なんて言えばいい、逆にマリ悪くないし、そのさ、三つ編みさ、三つ編み好きじゃない人、三つ編み好きじゃない人のために、ん？三つ編み好きじゃない人のためにさ、三つ編みしてるわけじゃないしさ。
最悪。父に助けを求めましょうと思うじゃん。いつもさ、母にイライラしたら父に言うんだけどさ、今回ばかりはなんか俺に何でも言うなんて。何がか。はい、ということで今日は、お家に届いた、円形の、丸型ライト照明ですねの組み立てをしていきたいと思います。ちっちゃいやつ、今回はちっちゃいやつ、あ、大きいやつもあるんだけど、ちっちゃいやつを今日は組み立てたいと思います。はい、なので2時間中です。2時間配信です。よいしょ、開けていきます。難しい。遠目でやってみますか。よし、よし、はい、わー、やったー、イエーイ、すごーい、わーい、わーい、すごい。あ、これはちっちゃいやつだから結構ちっちゃいかもしれない。いい感じかも。いい感じです。割ってストレスさせた。あ、いいね。これを母だと思います。いいね。お耳は大丈夫でしょうか。今はこれを母だと思って潰しています。後でやりたいと思います。はい、次。お、これはちっちゃいですね。おー、すごい、じゃーん、いい感じ。これはちっちゃいやつなんで、まず組み立てていきますね。はい、モバメ届いた。あ、モバメさ、今日2通送ったんですけど届いてるの？さっきまで届いてなかったんだけど。はい、開けていきます。マリ赤似合う？あんまり赤とか着ないんですけど。クッション、はい、わかんないやつ。今日届いてない。嘘、2通も送ったのに。はい、なんか箱と、三脚的な。はい、開けていきたいと思います。友達になんかマリン泣きながら配信してんだけど、忘れてただけは笑った。はい、三脚、じゃーん、三脚付き
どうですか？いい感じかな？え、てかこの配信ツイッターにシェアした方がいい？そりゃそうか。組み立て作業。よし。今来た。はい。これは三脚。どうやって開くの？開き方が分かんない。どうやって開くのこれ。バキとか言いそうなんだけど怖い。うん、無理だ。説明書とかなかったんだけど。無事いて。はい。おーおー、リングリング。あ、説明書出てきた。はい、はい、全部英語。お、日本語。え、すごい。カメラアプリと連携できる、やば。え、これはわかりません。はい、まあできるでしょ。おー、すごい。マリンの顔ぐらい。はい。おー、すごい、リモコンもある。すごい。これは何？これはきっとスマホをつけるやつだと思います。開かない。おお、なんかまあちぎっていきますか。モバメ2通とも来た。おおー、なんだこれ。すごい、すごい、遠隔操作できる、やば、素晴らしい。はい、はい、これは多分スマホをこうつけてこうやるやつですね。こんな硬いんだ。はい、あとはこれ、何これ、飴みたいなやつに入ってるんだけど、これ何これ。はい、説明書読みます。やり方とか書いてないんだけど、無事。まずは開いてみようか。あ、ここにこれをつけんじゃね。あ、絶対そうじゃん。はい、
着きました。はい、着きました。そしてこれは何さん、おお、ん、あー危ない危ない危ない。これはちょっとこうしとか、そしてここにこうか、うん、え、むずくね、三脚ってどう開くの。あ、しゃしゃ、あー、え、あ、高さ変わった。あ、で、これ閉める、して、おー立ちました。でこれはこう上に向けて、そしてこれをこうして、おまわりさんが来る、母を連れ去ってください。そしてこれを、ん、何これ、これの出番、違う、これをつけて、うん、これをこっちを閉めるのか、チタンじゃねこれ、して、おー、光はもうこう自由にパタパタできるよ的なあれ、アイスイで、これもパタパタでできるよ的な、こう動くよみたいな感じ。してこれ何さ、あ、これをここに、これをここじゃない、きたー、あ、こっち向いてくれ、こっちを向いてくれ、そうそう、でスマホはこう挟みたい、痛くない、で、ここじゃね、え、ここをもうちょっときつくこうか、で、ここもうちょっと安定したい、どうしたらいいんだろう、ここ、ここをもうちょっとなんか安定したいんだけど無理かな、これなんかこれなんかさ、ちょっと怖くない、まあ別にいいのかな、で、これをどうすんのさ、え、これどうすんの、これ USB どうすんの、これ、真ん中のボール上げすぎでないか、ボール、これこれ沈めれんの、ちょっとじゃん、誰ボール上げすぎてたの、どういうことさ、上げすぎも何もないよ、どういうこと、
誰？ボール下げすぎって言ったの誰？上げすぎって言ったの誰？もっと下のボール？これ？これか？ここは別に大丈夫ってことじゃん。はい、うん、それで三脚これをしまってね。丸のライトの部分ってもっとくるくる時計回ります。丸のライトの部分円回せるけどなんか取れちゃうよ。だからこう一番きつくしたらこうなっちゃうけど、なんかなんかって感じ。あ、こうじゃね？あ、あれ？こうじゃん？あ、こうだこうだ。え、そしてどう、そしてあっ！危ね。え？もう無理なんだけど。え、無理、落ちてくるんだけど。自分で支えてくんねえ頭って感じ。え、お辞儀を止めるのは長いねじ。そんなんないんだけど、お辞儀そうみたいな。ネジ止めてる、ネジ止めてる、マジでネジ止めてる。全部のネジきつい。ここはゆるい、ここはゆるいよ。ここはもうなんかもともとついてたからもうどうにもならん。あ、ここじゃね？あ、来た！あ、きつくなった！神。あ、来た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 、来ました来ました。来ました。して。電気。取り付け時にはバッテリーのプラス側を上に向けます。あ、違ったわ。電源あれ挿してもらえダメなのかな。うーん、温度これ USB さ、充電器させって言ってるの。わかった、うわ、しゃーなしやで。はい、刺していきたいと思います。よいしょ。え、充電の、あ、充電の四角いとこどこって。あ、あるある、ありました。よし、はい、1個目。いや、もう1個あるからね。はい、やってみたいと思います。いきます、いきますよ。皆さん準備はできましたか。いきますよ、せー、おー、すごい青く光りました。いきます。あ、暗くしてみる、いいよ。え、暗くしたらなんか配信終わったりするかな。暗くしない方がいい。暗くしてみますか。
部屋の電気を消してみましょう。行きますよ。行きますよ。せーの。あー、見てください。この景色。すごい、着きました。そして、あ、青くなりました。おーおー、すごい、黄色くなりました。どれがいいの？青ざめたやつと健康的ななんか白と、どっちがいいんだろう。青ざめた青と普通のやつどっちがいいんだろう。こっち？こっちかこっち、どっちがいいんだろう。あー、メイクに合わせて青ざめた方。オッケー、こっちね。で、なんかこれ暗さとかもこう変えれて、すごいすごい、あー眩しい。え、明るさはどれがいいんだろう、悩むね。それをあっち側に置けってことだよね。わかりました、やってみたいと思います。よし、もうこんな、おさらばですね、もうこんな台とは。あ、よし、これはあっち側に置けばいいんでしょ。よし、ちょっと待ってね。あ、これはさ、もうちょっと下げた方がいいのか。こう、そうなると。こういうこと。待って、違うよね。電気つけなきゃダメだよね。なんかあんま変わんないのかな。え、それで、ね、光強い？なんかもっとこうじゃない？こうだよね。で、スマホの、これ今まで使ってたなんか変なやつね。これをここに取り付けるってこと？でもよくね。え？それで？それで？え、それでこれ明るすぎん？これ一番弱い。これもうちょっと、もう一個明るい方がいい。どれがいいんですか。分からん。はい、これゼロ。はい、これゼロ。あ、ゼロじゃない。これゼロ。これなんもなし。これなんもなし。つけてない、これで、つけたらこれ一番弱いやつ。で、これ2。なんか影できちゃうね。0か1。マックスやばいよ、白飛びババア。これ健康的なライトの位置で、これ青み。
青みの位置で、これは茶色の位置。こっちかも、青の位置。わかりました。じゃあこれですね。了解です。これであとはメイクとかを、あ、でもうちょっと部屋の電気とかを消してみるみたいな感じ。むずいね。じゃあ次はもう一つの方も組み立てますか。組み立ててほしければ組み立てますっていう感じなんですけども、これの人もう一回りぐらいでかい。次の方がでかい。これでまあ、これでまた、ん？これでちっちゃすぎたりしたらどうしようと思って、まあダメでも北海道送ればいいかみたいな。うん、多分これが持ち運び用とかになるのかもしれないけど、目の中はこんな感じ。これはリカチーさんが持ってたやつ。でもなんか どこに光を当てるかという問題になってきそうな感じ。はい、じゃあこれを明るくすると、今まではこれ、今までの方が良かったりする、もしかして。はい、ということでもう一つもやってみるか。よし、やってみよう。重すぎる。てか充電なくなりそう、携帯の。よし、大きい方がいいのかな。ね、よいしょ。うわ、やばい、大きいのカッターないと無理かもしんない。しかし私は手動でいく。
頑張ります。赤似合う、やった。来ました。おお、また同じ感じ。うん、え？え？うん、出てこいよ。開きません。よいしょ。猫タワーでかすぎ。取れない。取れた。でかすぎてやばい、やばいんだけど。電気代やばそう。じゃん。なにこれ。おお、使い方が書いてる。おお、これは天使の輪っか。なにこれ。バッテリーガチじゃん。ガチすぎて泣いた。
よいしょ。すごい。ガチすぎた。まあいっか、YouTuber になろう。YouTuber になればいいよね。次ガチだよこれ。マジです。そして、うんうん、みゃーにゃー。え、足つかないけど無事。え、どういうことですか。意味わからない、意味わからない、意味わからない。あちゃー、こういうこと。もういっか、これは下げとこうか。え、なんか足より真ん中の方が長いんですけどって感じで。どないしてるって。ネジを緩めて、はい、わかりました。緩めます。緩めて、おっしゃ、お、開いた開いた、開けた開けた、はい、緩んで緩んで、力を抜いて、よし、いい感じだよ。すごいかわいい。ポン、はい。そしてこちらを、こちらこそ持ち運べって言ってんだよ。スナイパータイプって何。よし、おお、ガチすぎー。じゃーん、優勝って感じ。すごい、すごくね。これは顔よりもでかいです。すごい。これはどこにはめるんでしょうか。非常に難しそうですね。こうこうこうかね。こうですか。おお。これをこうか。こうですかね。ちょっと難しいですね。こう、そういうこと。これを、え、むずくね。こうか。あ、絶対こうだ。きたー。これをこうして、ここで止めるんだよ、たぶん。こう。あ、来たわ。絶対こう。
間違った。間違えました。逆でした。これをこうでした。こうスマホの画面はこうですよね。理解しました。逆でした。してこれをどうするんだろう。これこれをどうするんだよ。違うんだけど。わかりません。あ、これじゃね。説明書を読みます。そんな、なんだよこれ。これは何なんだ。